こんばんは。ちょっと画面、よし、こんばんは。こんばんは。3日連続配信3日目。見て、爪なくなっちゃった。すまない。あと今日カラコンしてますそう、カラコンになれようと思って、カラコンつけれなくて、レミ、そう、カラコンつけようと思って、この前入れるのに30分以上かかったんだけど、でこの前それが5日前ぐらいの話かな、4日ぐらい前で、2日前ぐらいにもう一回やったのね、チャレンジ、カラコンチャレンジをやったんだけど入れなくて、で今日入った。もうね、10分ぐらいで入った。でもめちゃめちゃナチュラルなカラコンしてる。そう、やっぱなんかすごい目キュルキュルじゃない？キュルキュルに見える。そう、そのカラコン慣れなきゃな、慣れなきゃって慣れたいなと思って、あ、何もないんだけど今日別にそう、つけてみた。そう、どうですか、カラコン入れてみた。そうなの。あ、インスタ更新したので見てください。不自然、目はキュルキュルって感じだよね。でも涙袋めっちゃいい。マジ嬉しい。確かに今日いい感じ。今日のメイクめっちゃいいの。チークもね、ここら辺にのせてたら超いい感じになって、すごい今日いい、今日のメイクいい。そう、最近メイク研究してまして、いろいろ試しながらやってて、でも今日めっちゃいいなと思って、自分でも思ってたそう、これであとで TikTok も撮ろうと思って、あとインスタライブもしようかなとか思ってるあの、みんなに需要があるなら。そう、今日のメイク漏れてるよね、めちゃめちゃ。こんな感じです、近くで見たら。そうなの。そう、日々メイク研究してます。お洋服こんな感じ。そう、こんばんは。嬉しい、美人さん美人さんですかそう、ヤッホー、こんばんは。爪がちょっと長いけど、あとで整えてもらって、甘皮処理しっかりしてもらって、ちょっとあとで長いから切るんだけど、ちゃんネイルオフしてもう学校に行かなきゃいけないので、学校に今行くわけではないけど、もうちょっとしたら学校が始まるから、そうやってます。ちゃんと撮りました、ちゃんとね。そうなの。また新しいネイルはしません。明日頑張ってね。明日？明後日？明後日は僕隊だけど、明日はもうないです。そう、学校ネイルダメなの。そうだからちゃんと落として、次は春休みにやります。やっぱカラコン漏れるね、すごい。カラコンっていい感じやで、やでやで。そう、だから
これからちょっと入れれるように、ちょっとカラコンのストックが少なくなってきたのであれだけど、入れれるようにちゃんと頑張りたいと思います。でもそんな、うわめっちゃこの人カラコンつけてるやんみたいな感じのはつけないけど、こういうナチュラルでちょっと目がキュルキュルって縁がついてるやつはこれからつけるかもだけど、でもまだカラコン入ってる目が慣れてなくて、そうボヤボヤしたりするから、なんかこの日常生活で慣れてからなんか違和感なくなってきたなと思ったら、あれ公演とかコンサートでもつけたいなって思ってるんだけど、でもまだなんかさ、わかんないじゃん、つけ始めてそうゴロゴロしたりして、それでさパフォーマンスとかに集中できなくなったら、だからそう今はこんな感じで日常生活で慣れさせてもらってます。なのでそう目は悪いんだけどコンタクトはしないかな。そうちょっとまだ、うん、そう公演とかは慣れてから、そう慣れないと怖いからさ、自分自身も写真とかは盛れるなとはめちゃめちゃ思う。ほらショールームしてもなんかちょっとさ目キュルキュルみたいな感じでいい感じじゃん今。そうだからなんか慣れていけたらいいなって思ってます、勝手ながら。はあ、公園はどこまで見、照明とかの関係もあるから何とも言えないんだけど、そこまで見えてんのかな割なんか見えてるんだけど、そう見えてるは見えてるの割とね。だけどそう立ち見最善はめちゃめちゃ見えるね割と。ペンライトとか振ってないとでも分かんないんだよ、分かんないんだよとか言っちゃって分かんないんですよ。ペンライト大事。そうだからどこだろうね、うん、まあ神手を立ち台の方はギリだなって感じですね。そう、うちは見えます、うちは見えてる。そうね、下手あやっぱペンライト大事そうなの。でも見えてなくても怒らないでください。見えてなくても怒らない。ビンゴでレスもらうのは下手側、ビンゴは下手、ある意味僕対下手だね。下手にめちゃめちゃいる下手出現率高めだから。そう僕対はレミちゃん視力はよくありません。どうしたらレッスンもらえますか。レミのことを見てくれてたら、見てくれてたら、そう、おーって。そう。真ん中か、真ん中そんなにいるっけレミ。いなくない。下手にいすぎてて。そう、あそうね、下手多い、え分かんない、いや真ん中いる、真ん中上手はたまに行く。
とりあえず月曜日に公演があるので皆さん会いに来てください。あ、ユニットはね、そうね、ユニットはでも下手、待ってます。なんかそうね、当たってる人と当たってない人の差がわーって感じだけど、でも1月まだ全然爆災あると思うし、その時いつかは絶対また出るのでいつでも待ってます。そうなので、あの外れても落ち込まないでください。まだまあ分かんない、1月まだ出るか分かんないけど、爆災はあると思うので、外れても日曜の月曜日だよね、レミが出るのって。明日レミ爆災じゃないよね。あ、明後日だよね。そう、落ち込ま、月曜日だよね、成人の日だよね。月曜だよね。焦った。そうなので皆さん、皆さん会いに来てください。わかんない、まだいつ出るかわかんないけどわかんないけど、そう、おめでキュルキュル、嬉しい、あざざざす。そうね、配信で見るのも全然ありです。今回昼公演当たった、嬉しい。下手かな、僕隊本当に下手めっちゃ多い、めっちゃ多いね下手。髪の毛トゥルトゥル、嬉しい。こんばんはこんばんは。あ、来週お話し会だ、楽しみにしてるよみんな、来週お話し会。そう、うん、ちゃんとペンライト振ってくださいね嬉しい。あ、明日までらしい、明日までだってお支払い、みんなお忘れなく、忘れたら大変なことになっちゃうからね。そう、あ、再来週ファンミ、あ、来週お話し会で再来週ファンミってみんなに会えるじゃん、たくさん、嬉しいね。ファンミもうそんな時期か、なんかまだまだだなって思ってたけど、もうそんな時期、早い、緊張するな2週間前から緊張してるな。あ、インスタコメントしたよ、ありがとうございます、嬉しい。インスタもあちょっとでね 1.9 万人いくので、皆さんぜひお願いします、チェックしてください。そうだよね、今日ファンミだったよね大阪。ゆいちゃんの握手会、え、なんで 7日連続配信になってるの。リミ7日も連続してないよ。あ、何言おうとしたっけ、教えちゃった。あ、握手会来ていいですよ、全然ダメなんて、ダメなことは一切ない、全然ダメじゃないよ、全然たくさん愛しに来てくださいレミに。
嬉しい、会いに来てくれるだけ。あ、そういうことか。あー、なるほどね。ネイタンの握手会楽しいよ、本当嬉しい。皆さんのことを楽しませますので。え、嬉しい、友達も待ってるね、みんな待ってるよ。カラコンね、カラコン買わなきゃ、カラコン買わなきゃ。握手会来てくださいね、皆さん待ってますよ。とっても、え、インスタリアカでもフォローしてレミタンだけ、嬉しい、レミタンだけだって、ありがとう。売れ売れ売れ、今日も綺麗だね。本当ですか、ありがとうございますおもろおもろ、フレンドリーです、とっても私。フレンドリーだわよ、だわよだわよ。あ、 TikTok のシャドー版治ったと思う、多分みんなは信じる。そう、マブダチになれる、なれるらしいよ。マブダチになろうね、みんな、たくさん話し会来て待ってるわよ。なんか髪今日超ストレートなんだけど、びっくりした。そうね、待ってる。遠慮する、なんで遠慮してんの、なんでなんで、遠慮されたんだけど、びっくりした。ちょっと待って、遠慮しないで、みんなマブになろうよ。遠慮しないで。めいっ子が同い年だけど、マブダチにもちろんなれます、もちろん。なんで、あ、あ、そう、待ってるね、もちろんなります。みんな待ってるんで。お、おしまし、おしましね、嬉しい、おしましか。レミタンはいいやつだよ、だっていいやつらしいよ。みんな来て、JK とマブダチになったら捕まりそうなので、そんなことないよ、全然気にしないで、そんなことないから。もしもしか、ちゃんとレミの件でも来てね。最初は緊張した？俺なんかとか言わない、絶対に、絶対に言わないよ。え、お花おしまし嬉しいけど、あ、ちゃんとレミの件でも来てほしいなっていう思いですね。わあ嬉しいよ、もちろん。ちょっとカラコン本当に慣れなくてね、もうダメ、早く撮りたい、でも TikTok 撮るから、ダメダメ。あ、そう、レミの剣をしましに使うのはダメだよ、みんなそんな悪いことしないで、そんな悪いことしない、ちゃんとレミの剣はレミで使って、ないよ。そう、長時間カラコンは、なんか可愛いと思ったらカラコンしてたからか、じゃあカラコンしてなかったら可愛くないってことで OK
やばいよ人だからやめて。もうどんどん。この前ゆいちに使った。やば、使ってるの。使わない。ちゃんとレミの件で来て。ちゃんとね、レミの件で。なおさらね。ヒス構文。え、じゃあカラコンしてなかったら可愛くないってこと。そういうことね。オッケーオッケー。ヒス構文でした。うえーだいぶ煽ってる、だいぶ煽ってる。ヒスレミやばいから、マジで。おもろおもろ。ドゥドゥドゥ。へえ。マジでカラコンなれない。ほら見て、ちゃんとカラコン入ってる。ほらこの段差段差。初めて意味の嬉しい。カラコンね、なんか最初はきっと慣れなくてずっとゴロゴロしてる感じはするかも。でも慣れたらきっと大丈夫だと思うんだけど。でもね、そう、目薬もちゃんとしてます。こんばんは、こんばんは。もう少しでハマるかもしれません。多分それはもうハマってますよ。はい、よろしくお願いします。思ってます。待ってるわ。でもさ、入れるまでにさ時間かかる。その間にねゴミとか入っちゃうから気をつけなきゃねって感じですね。嬉しい。アイボンってなんかこういうやつよね。そう、ちゃんと何回も。そうなの。でも毎日はつけない。絶対に絶対に成功させようね。うん、TikTok ね、 TikTok 撮ります。そう、たまにね、たまにつけてどんどん慣れさせていくって感じでやらせてもらってます。君の谷メイクやばい。そう、今何時ですか。マジで時計あるんだけど、あそこに。あ、8時か。8時9分。ほら確かに涙袋いい感じ。あ、すごい見えた。やっぱ目いいんだ私。じゃあ15分になったらインスタライブします。15分になったらランキング読んでインスタライブしますね。よろしくみんな。
こでもカラコンは良くないかな。そう、インスタでちょっとだけね、ちょっとだけ、ちょっとだけね。おねんねじゃん。おねんねまだしないかも。そう、ちょっとだけよ。新年のご挨拶をインスタの方でやらせていただこうかなって思いますので、よろしくお願いします。ペット飼ってませんね。TikTok ライブはちょっとハードル高いかなって感じ。そう、あのね、今日ネットフリで侵入者たちの晩酌っていう映画を見させていただいたんですけど、めちゃおもろい。あれめちゃ面白いから絶対見てほしい。今ねネットフリでね結構上位3位ぐらいに入ってるぐらい有名なんだけど、有名というか、そう、これ全然案件とかじゃない、普通にレミがね面白かったっていうあれでさせていただいてるんですけど、そう、めっちゃおもろいからよろしく。ちょっとこ、あ、目薬だけさしてきていいですか。目薬だけさしてきます。皆さんありがとうございました。うんうん、スクショすごい、なんかプロポーズされた。レミタン、僕と結婚してください。すいません、未成年なんですまだ。めっちゃおもろい。はい、ではありがとうございました。この後はインスタライブで会いましょう。バイバーイ、またね。すぐ会おうね。すぐ戻ってくるから。またねー、バイバイ、またね、ありがとう。